この動画では、ラクナ梗塞について説明していきたいと思います。これまでの動画で、脳梗塞の分類から発症基準、そして、細胞性浮腫と血管性浮腫の違い、それぞれの画像診断のシーケンスの役割ですね、拡散強調画像、フレア、T2 スターなどの説明を詳しく行ってきました。今回からは、それらの知識を基礎に、個別論に入っていきたいと思うんですが、今回扱うのはラクナ梗塞についてです。脳梗塞は治療方針が分類によって異なるため、画像を見てどの梗塞なのかというふうに予想できることが非常に重要なんですが、今回はこのうちラクナ梗塞をピックアップして説明していきたいと思います。今回の動画の目標は、ラクナ梗塞の病態と画像診断の典型像を理解することです。キーワードについては、これらのキーワードについて詳しく説明していますので、これらのキーワードについて興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。こちらの表は、脳梗塞の分類でよく使われる SSS トースト分類です。脳梗塞を5つの分類に分け、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症、その他の原因、原因不明の5つに分ける方法です。脳梗塞はタイプによって治療方針が変わるため、このように分類することは非常に重要です。この分類の中で、今回ピックアップして見ていくのが、このスモールアーテリオクリュージョン、ラクナ梗塞と言われる病態で、脳梗塞の中で割合が 25%、梗塞のサイズが 1.5 センチから2センチ未満と小さいサイズの梗塞です。脳部位にアテローム血栓性病変がないというのが画像上の定義となります。典型的な症例を見ていきます。64歳男性で左半身のしびれです。拡散強調画像で右の視床に高信号のポツンとした病変があります。この病変はスライスでいうとこのスライスのみで、サイズも非常に小さいことがわかります。ADC マップでは、同部位が低信号となっており、拡散が制限されていることがわかります。フレアでは、同部位が高信号となり、病態的には、細胞性浮腫ではなく、血管性浮腫の段階まで進んでいると考えられます。拡散制限や血管性浮腫の病態に関しては、別動画で詳しく扱っていますので、そちらの方をご参照ください。MR アンギオグラフィーでは、視床を栄養する高大脳動脈などの主幹動脈に病変はありませんでした。高大脳動脈のこの MR アンギオグラフィーでは見えないぐらいの小さい血管、穿通枝が責任血管であるラクナ梗塞と考えられます。ラクナ梗塞の病態について見ていきます。脳の血管は内頚動脈や中大脳動脈、前大脳動脈や後ろの後大脳動脈など、太い血管を主幹動脈もしくは親動脈と言います。その主幹動脈からこのようにヒゲのような血管が生えているんですけれども、その血管を穿通枝と言います。穿通枝は200マイクロメートル以下の非常に細い枝です。その穿通枝に動脈硬化による梗塞が起きることがあります。特にこの穿通枝の奥の方ですね、末梢に起こる梗塞のことをラクナ梗塞と言います。ラクナとはラテン語で小さな空洞という意味で、解剖した脳断面に小さなくぼみが見られていたことから名付けられたとされています。ラクナ梗塞は穿通枝末梢の動脈硬化による梗塞です。高血圧を有する60歳以上の高齢者に多いとされています。この高血圧が原因で起こる動脈硬化で、病態として多いのは、穿通枝の末梢がこのように変性していく脂肪小枝変性と言われる病態。こちらはリポヒアリノーシス、リポヒアリン変性と教科書に書いていることが多いです。これ以外にも、この穿通枝のところに小さな熟腫ができることによって詰まる微小熟腫、もしくは主幹動脈から非常に小さい側線物が飛んできて、この末梢が詰まるという微小側線の病態もあります。脳梗塞の分類のスライドで説明した通り、
ラクナ拘束は 1.5 センチから2センチ未満と非常に小さい拘束ですので、症状は比較的軽微なことが多いです。意識障害や共同変死などの大きな症状は基本的にはないとされています。しかし多発すると血管性認知症やパーキンソン症候群の原因になる病態とされています。ラクナー拘束の画像所見についてです。ラクナ拘束は 1.5 センチ未満から2センチ未満の小さい拘束ですので、このように点状の拘束層を示します。また主幹動脈ではなくそこから分岐する穿通枝の病変ですので、画像上赤輪血管の主幹動脈にはアテローム血栓性病変がなく、通常低信号で病出されるはずの血管が高信号で病出され、血流停滞を示唆するイントラアーティアルシグナルも出現しません。ラクナ拘束の後発部位について見ていきます。ラクナ拘束の後発部位は大脳基底核、視床、胸と言われています。大脳基底核はこの図で言うとオレンジ色の微状核、赤色の被殻、青色の単層球の3つを合わせたものです。この大脳基底核は中大脳動脈からの穿通枝から栄養されます。一番最初にご紹介した症例は視床のラクナ拘束でしたけれども、この紫色の部分が視床ですね。これは後ろの血管、後大脳動脈からの穿通枝から栄養されます。そしてもう少し下のスライスに行くと、この黄色の部分が胸になるんですけれども、この胸も後発部位です。この辺りに脳底動脈があるんですけれども、その脳底動脈の穿通枝から栄養されます。ラクナ拘束の特徴的な症状にラクナ症候群があります。ラクナ拘束の発生部位により特徴ある症候群を呈することがあり、純粋運動性不全偏麻痺、純粋感覚性脳卒中、運動失調性不全偏麻痺、高音障害低不器用症候群、感覚運動性脳卒中の5つに分かれます。障害部位により特徴的な症状を呈します。注意点として、運動性の障害ではこのように顔面の麻痺が起こりますけれども、顔面上部に関しては基本的には両側支配のため、片側の中枢性障害では原則として顔面上部の麻痺は起こらないことに注意が必要です。ラクナ拘束は主幹動脈からヒゲのように出ている穿通枝の末梢の脳拘束であり、ラクナ拘束と関連が深い穿通枝について勉強することは非常に重要です。なので有名な穿通枝について一つずつ見ていきたいと思います。まずは基底核への穿通枝である外側線状体動脈です。 LSA ラテラルストライエートアーテリーと略されます。こちらは中大脳動脈からの穿通枝となっており、中大脳動脈のこの水平に走る M1 から分岐する穿通枝です。ミディアル、内側、インターミディエイト、中間、ラテラル、外側の3群に分かれます。ミディアルの血管をひとまとめにして内側群、インターミディエイトとラテラルの血管をひとまとめにして外側群と分ける方法があり、それぞれこのような部分を栄養していきます。微状核、被殻、単層球を合わせて大脳基底核といい、 LSA は基底核への穿通枝となります。ここで一つ注意があるんですが、 LSA はレンティキュロストライエートアーテリー、レンズ核、線状体動脈というふうに勉強した方もいると思います。ここで用語の統一をしたいんですが、レンズ浸して日々線状という有名な語呂で覚えた方も多いと思うんですけれども、大脳基底核は被殻と微状核を合わせた線状体、被殻と単層球を合わせたレンズ核で構成されているんですけれども、この中で単層球の部分が注意が必要で、この単層球という部分は主に LSA よりも全脈絡動脈という血管から栄養される割合が非常に大きいため、
レンズ核線状体動脈という用語は不適切であるというふうに考える人もいるようです。なのでこの動画では混乱を避けるため LSA はラテラルストライエイトアーテリー外側線状体動脈という用語で統一して説明していきたいと思います。続いて一番最初の症例にあった視床への線通視となります。視床からは高大脳動脈からの線通視が栄養します。こちらの画像は脳の動脈を真横から見た画像となります。前方循環系と呼ばれる前側を栄養する内径動脈、後方循環系と呼ばれる後ろ側を栄養する脳底動脈から連なる高大脳動脈、この血管から出るのが視床への線通視です。そして前と後ろの架け橋をするこの青色の架け橋が高交通動脈となります。高交通動脈から分岐する1番高大脳動脈の前側から234というふうにつながっていくわけですけれども、1から4の順番に視床下位白隆起動脈、視床線通動脈、視床室状態動脈、高脈絡動脈の4本が視床への線通視です。視床に絡軟梗塞が生じた場合はこれらの線通視の末梢に梗塞があると予想がされます。続いて胸を栄養する線通視についてです。胸に絡軟梗塞が生じた場合はこのようなポツンと浮かんだような拡散強調画像が得られることが多いんですが、脳を真横から見てこの脳底動脈から分岐する線通視が責任血管となります。脳底動脈からは胸房成中動脈、胆回旋動脈、腸回旋動脈の3つがあるんですが、このうち脳底動脈から真後ろに出る胸房成中動脈ポンタインパラメディアンアーテリーが非常に重要です。この部分に絡軟梗塞が生じた場合このような脳梗塞となります。胸に脳梗塞が生じた場合はこのような脳底動脈から分岐する線通視が責任血管であるというふうに予想できることが重要です。絡軟梗塞の治療についてです。急性期では血栓溶解療法、脳保護療法、抗血小板療法が行われます。慢性期になると抗血小板療法と血圧のコントロールが行われるようです。この中で特に重要なのが RTPA 静注療法を用いた血栓溶解療法で発症 4.5 時間以内に行うことによって劇的な症状改善が得られます。この発症 4.5 時間以内というのを予想するのに画像診断が役に立つ場合があります。脳保護療法とは脳梗塞が発生した際に脳組織を障害するフリーラジカルが発生し梗塞層を拡大してしまうため、そのフリーラジカルを除去する薬剤です。ディフュージョンフレアミスマッチとはこのように拡散強調画像で高信号の部位であってもフレアで信号変化がない場合は発症 4.5 時間以内であることが予想されるサインです。左は拡散強調画像が高信号、フレアも高信号のディフュージョンフレアミスマッチ陰性の症例ですけれども、この段階では十分時間が経ってしまっていて血管性浮腫という段階の状態ですけれども、こちらの陽性の段階ではあまり時間が経っていない細胞性浮腫の段階であると予想することができます。このサインを用いて組織プラスミノーゲンアクチベーター RTPA を用いた血栓溶解療法を行うかどうかの参考になるというふうに言われています。ディフュージョンフレアミスマッチや細胞性浮腫、血管性浮腫については別の動画でも詳しく扱っています。こちらは実際に血栓溶解療法が行われた絡軟梗塞の症例です。67歳男性、主訴は左辺麻痺です。拡散強調画像で内方向脚から視床にかけて高信号があります。 ADC マップでは同部位は低信号となっており、脳梗塞による拡散制限の状態です。フレアを見てみると拡散強調画像の高信号の部分と一致して高信号がありますが非常に淡い状態です。あまり目立ちません。この方は家族への聞き取りで発症4時間だったとして、
血栓溶解療法が行われ、症状の改善が得られました。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回はラクナ梗塞の特徴について考えました。梗塞サイズは 1.5 センチから2センチ未満の小さい梗塞です。高血圧による穿通枝末梢の動脈硬化による梗塞でした。小さい梗塞ですので症状は比較的軽微ですが、ラクナ症候群と言われる特徴的な症状を呈することがあります。また穿通枝の疾患ですので、穿通枝の解剖を理解することが重要で、外側穿状体動脈、広大脳動脈からの視床への穿通枝、胸房成中動脈の3つについて説明しました。治療については薬物療法がメインとなりますけれども、血栓溶解療法の適用となる場合は時間との勝負ですので、撮影は速やかに行い、常に治療を意識した撮影を心がけることが重要です。以上がラクナ梗塞の特徴のまとめとなります。この動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それではこの動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。